じゃあ、ハッシーです。なおちゃんです。最高です。イエーイ。今日はね、公開収録、すごい初の YouTube、ね、参戦にもかかわらず、はい、いきなりね、初めてたくさんの人がいる、すごい経験ありがとうございます。じゃあ早速ですけど、はい、自己紹介兼ねて、はい、なおちゃんの、はい、不思議なお話、はい、体験談、はい、ちょっとまずしてください、はい、お願いします。なおみです、うん、ちょっと幼少の頃 の、うん、スピリチュアルの話から、うん、はい、私の先進御霊磨きの、うん、考え方と、うん、あとは最後皆さんにメッセージという形でお送りしたいなと思います、うんうん、お願いします。ツイッタースペースでも話したんですけど、うん、おそらく 今から振り返れば、うん、多分私は人に見えないものとか、うん、人が感じられないものを、うん、もう多分生まれた時から持ってたんだと思うんですけれども、うん、それを最初に自覚したのが3歳の時でして、うん、で、その時に私の祖母が真っ赤なドレスを作ってくれた記念にっていうことで、うん、近所のカメラ屋さんのおじさんが、うん、サービスで私のその衣装を撮ってくださったんですよ、うん、で後日あげるからねって言われて、うん、私は3歳だったんですけども、近所一人であちこち行く、うん、親が自営業だったんで、うん、どちらかというと放任っていう形で育ってたので、うん、小さい時から一人で何でもやる子だったんです、うん、なのでおじさんが、うん、写真くれるって言ってたから行ってみようと思って、うん、カメラ屋さんに行ったら、うん、ごめんね、まだできてないんだよねって、うん、1週間も経ってるのに、うん、プロのカメラマンが言うんですよ、うんうん、でその時に私ちょっと見えちゃったんですけど、うん、私の写真が半分しか見えなかったんですよ、うん、半分、うん、だから焼き増しできなかった、本当は、うん、現像ができなかったんじゃなくて、うんうん、で昔はフィルムだったんで、うん、最後の方になると途切れちゃって、うん、全部映せなかったりとか、うん、だからプロのカメラマンなのにそのカメラが写真が最後になるってことをおじさんが気づかずに、うん、本当に心から私のためにと思って写真を撮ってくださったんですけど、うん、結局その写真もらえなかったんですよ、うん、でその時におじさんが嘘を言ってるっていうのはもう映像でも見えてたし、うん、おじさんのその表情や声で私も分かっちゃったんで、うん、おじさんにはこの話をもうしちゃいけないと思って、うん、騙されたふりしました、うん、3歳だったけど。すごいね、3歳で騙されたふりしたの。騙されたふりしました。すごい魂。でその時に思ったのが、うん、おじさん私だからね、素直に引っ込むけど、うんうん、言葉尻だけを取ったらまた違う子だったら来ちゃうのにと思って、うん、私でよかったねおじさんって思った記憶があります。すごい、うん、まさしくあれだね、うん、そう、直美さんの方が魂レベルが全く高いね。ありがとうございます、うん、まあでもそんな感じで始まったんですね、うん、私の不思議ストーリーっていうのが、うん、でその後も、うん、まあツイッターでもちょっと喋ったんですけど、何度か、うん、事故に遭いそうになるんですけれども、うん、救われる、うん、でその時は5歳の時は自動車、うん、引かれそうになったけど、うん、タイヤが目の前で止まるとか、うんうん、あとは飛行機、うんうん、壊れた飛行機乗っちゃったんですよ私、中国の。うんそれで、うん、壊れてるから一回戻りますって言って、うん、北京の空港に戻ったんだけど、うん、その当時は中国が、うん、まあ、大変な時代で、うん、壊れてるけど部品ありませんと、うん、だからこのまま飛びますって言って60分飛びまして、うん、まあもう飛行機の中ガッタガタですよ、うん、で、うん、もう隣同士知らない人でも、うん、もうみんなで手を握って4時間、うん、成田に着いて仲いいね。で、成田に着いた瞬間に全員で拍手するっていうすごい、うん、すごいフライトを経験したり、うんうん、それ何歳の時？それはでも、うん、まあ
あの仕事の関係でいたんで、それでもまあ25歳、まだちょっと手放す前ですけど、そう25歳の時にまあそんな経験をしたりとか。すごいね。あとはあの高校生の時は、うん、あの亀戸の駅で、うん、あの満員の電車で突き落とされまして、あの私入り口のすぐそばのところに立ってたんですけど、後ろに痴漢が出て、うん、で痴漢だってなって、その犯人が急いで逃げ出したんですよ、うん、だから満員電車だったんで、スレスレだった私は亀戸の駅のホームと電車の間に落っこっちゃったんですよ、うん、で、もう犯人は逃げたいから、そのつまずいた私にもう20人ぐらいの人がつまずいて、結局私足寸前でして、で足寸前、あまりに人に、あ足ね、あ足足、うんうん、で、その時にあの死の直前でこんな感じっていうのを体験しました、うん、もうあと数秒遅かったら、うん、多分行っちゃってたと思うんです。だからその時私は、うんうん、ああもうすぐだなって思った記憶があるんです、うん、でそれからしばらくして、うん、突然物理的に肺がボコって膨れ上がった時に、うん、あ私生きてる、へもうギリギリ、うん、ギリギリ助かった、うん、でこういう話を聞いた時に、うん、思うことっていうのがそれぞれ皆さんあると思うんですけど、うん、一つはあなたって不運ね、うん、そんなに、うん、あの何度もそんな目に遭うなんて、あなたって不幸ねって言った人がいます、うんうん、でもう一人は、うん、あなたってすごいよねって、うん、何度も助かって、うん、だからあなたには何か仕事があると思うよって言ってくださる人がいるんです。でその時に私は、うんうん、その人たちのエネルギーを読んじゃいました。あ、うん、だから読めてしまう。読めちゃう、うんうん、だから、うん、人ってこういう風に成長の度合いが違うんだなっていうのを、うんうん、そういう自分の体験から皆さん多くの人の反応を見て、うん、自分が学ばせてもらってたっていう感じです。うんうん、おすごい。じゃあだいたいあの、うん、相手の心が読めちゃうんだね。あそうそうそう。あの丸裸詳しくっていうより、詳しくっていうよりは、うん、あの感覚的に、うん、あの把握してしまう、うん、詳細が分かるわけじゃないんです、うん、あのまあ、先ほど言ったイタコではないので、うん、あのその人の未来を見てくださいとか、うん、この先どうになりますかって言ったら、うん、そんなん知らんわっていう感じなんですけど、うん、あの感覚的にその人がどんなエネルギーを持っていて、うん、その発言をしているのかっていうことに関しては、うん、非常に敏感に多分分かるタイプだったんだと思うんですね、うん、でその鋭い感覚が、ある時ちょっと行き過ぎまして、うん、まあ、ちょっとそれがツイッタースペースでも話したんですけど、うん、人が亡くなる時間を分単位でお知らせが来てしまうっていう、うん、うん、なのであと6分とかね、あと6分で死ぬとかって分かっちゃうんだ。そう、あと6分、その時は衝撃的でしたね。あすごいね、あと6分とか、明日の、午前2時20分から午前2時25分の間とか、うん、で私の祖父は午前2時23分にやはり、うん、あの言われた通り亡くなりましたね。あ、はい、すごい。だから、その時に思ったことは、うん、そこまでお知らせが来るっていうことは、うん、私に助けろって言ってるのかと最初思ったんです、うんうんうん、なので、何度か助けようとするんですけど、うん、手も足も動かないし、うん、なぜか知らせてくるくせに宇宙は私に声も出させないんです、行かないでって、うんうんうん、でその時は意味が分からなかったんです、宇宙が何を意図してるのか、うんうん、なので私は、うん、助けろって言われてると三次元的には理解してしまったので、うん、非常に苦しみました私は、うん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 、でその時にお願いしたのが、うん、確かにすごい能力だと、うんうん、だけど今の私にはこれは辛すぎる、うん、だからお返ししたい、うんうん、その代わり、うん、いつか時が来た時に、うん、人のお役に立てる形でこれを返してくださいって言って手放したのが25歳の時です。その日から分からなくなりました、うんうん、三次元を生き抜くためには、うん、あの時あの能力があったら辛くて生きていけないんです私、うん、だから神様は私に必要な三次元の修行をさせるために、うん、一旦は与えて、うん、要は苦しませた、うん、愛で、うんうん、
ても、うん、自らの意思で手放しをさせた、うんうん、私は総じてこれを宇宙の愛だと思ってます、うん、おお。ちょっとみんなわかる？わかる？そう、わかる。これほんの序章だけどね。こうやってね、人の心がみんなわかるんだよ、これから。うん、何何？そう、今日かもしれないよ。ギャ。ギャ。ギャって言っちゃったね。うん、なるほど、すごい、うん、あと何かこうスピリチュアル体験、幼少の頃のあと一つぐらい、あ、あと一つは、うん、あのツイッターではちょっとお話ししなかったんですが、うん、あのある女性の方と、うん、まあ、あの対面でお話をしてた時になぜか私の目の前に男性のエネルギーを感じたんですよ、うん、でしかも汗の匂いがしたんです、うん、で、その方と私の立場からすると私が下で相手が先生です、うんうん、なので私が口を挟む、うん、立場では本当はなかったんですけど、うん、もう 言わざるを得なくなって言ったんですが、いや先生、実はあのここに男性がさっきからいるんですけど、うん、あの心当たりありますかって聞いたんです、うん、そしたら、うん、その方はえ全然わからない、うん、でその方はいわゆるあの俗に言う霊能者というセンスを持たれてた方、うん、な本当だったらみんなのことはよくわかるのにご自身のことはやはりわからないものなんですよね、うんうん、でその時にあの彼女はえその人って香水の匂いがするっておっしゃったんで、うん、いえ違います汗の匂いですって言ったら、うんうん、その方はその香水の匂いをする男性におそらく未練があったと思うんですね、うん、だから本当は彼女のエゴはその人に来てもらいたかったと思うんですけど残念ながら汗の匂いがしたんですよ、うん、なのでいや汗の匂いですと、そしたら彼女がじゃあ先月アメリカで一緒にハイキングした男性がいるんだけど、うん、汗の匂いがするとしたらその人かなっておっしゃったんですよ、うん、でその時に私が先生この方先生の彼氏だと思いますよって言ったんですよ、うんうん、はみたいな、うん、彼氏、うん、だからその方は今その大切だった人と別れておそらくフリーだったんだと思うんですけど、うん、私に彼氏って言われてどぎまぎされてました、うんうんうん、そしたら面白いんですよ、うん、半年後にその人と突然結婚されました、うん、その人、うん、だから、うん、その男性が私を通して彼女に自分の存在をアメリカから伝えてほしかったのかなって、うん、今はそんな風に感じてます、うん、すごい、あ、そう、ハイキングに行かれた方とご結婚されたんですか、はい、アメリカでたった一度ね、おー、すごい、すごいですよ、だから人の縁ってどんな遠くにいても、うん、どんなに顕在意識で把握してなくても縁ってつながってるんですよね、うん、それもその体験を通して知らせてもらいました、うん、はい、じゃあ直美さん今もう13分経ったんで、はい、1回切りますので、はい、あの2部また次お願いします、はい、はい、ありがとうございます。